スマートフォンで動画撮影を容易にできるようになった現在、果たして僕らは自作の映像を他者に効率よく伝えるルールをどれぐらい知っているのだろうか。このチャンネルは世界の名撮影監督を通してその技術や考え方を学んでいきます。第1回は現在の映画撮影に最も影響を与えた撮影監督の一人、イタリア出身のビトリオ・ストラーロさんです。彼は同じくイタリア出身の名監督ベルナルド・ベルトリッチ監督の撮影で知られ、ハリウッドの撮影監督が忌避した地獄の黙示録の撮影を見事成し遂げ、アカデミー賞を獲得すると、その後もレッツ、ラストエンペラーとオスカーを3度も受賞し、現在ではデジタルカメラを使用したウディ・アレンの作品を担当し続けています。地獄の黙示録の撮影は従来のハリウッドお決まりのロサンゼルス近郊のロケ地やスタジオ撮影を避け、オールフィリピンロケで行われました。映画冒頭のシーン、ストラーロは電球3個だけでライティングしたのです。当時でも今でも考えられないシンプルさで劇的な効果を出したのです。このようなライティングはプラクティスライティングと呼ばれ、ストラーロ作品ではたびたび行われる方法です。初登場は暗殺のオペラでの酒場のシーンです。裸電球だけのライティング。この作品はベルトリッチとの最初のコラボレーションで、撮影機材にかける予算もなく、オールロケーション、ローマから離れた田舎でもあり、発電機を手配するお金さえなかったというのだから驚きです。一方、20年後のシェリタリングスカイを見てみましょう。なんと裸電球1個ではないですか。3度のオスカーを獲得した後にもかかわらずです。この物語の背景は第二次世界大戦直後のアフリカの僻地、電力不足に加えしばしば停電する、そんな芸術を表現したのですが、他のカメラマンはもっとライトを使うのだろうと僕は思います。70年代に入って都市でのナイトロケーション撮影の映画が多くなり、ほとんどの場合増刊現像で対処したのですが、ラストタンゴインパリでは蛍光灯だけで撮影されています。よく見ると通常の蛍光管よりも太いですよね。3本ぐらい束ねたのでしょうか。その上にマゼンタかチャコールのフィルターを巻いたと思われます。通常アベイラブルライトと呼ばれる方法ですが、かなり手を加えられています。モジカ、ベルトリッチ監督は非常にロケーションの好きな監督で、暗殺の森のこのシーンは天井付きです。ストラーロの対処は
チャニーズランタンを使用したことでした。1990年代中盤にチャイニーズランタンを使用したライティングがハリウッドで流行り出すのです。それを先取りした形になります。暗殺の森同様、この考え方はセットデザインする方向に向かいます。ダンサーが何気なくタンゴを踊っていますが、天井から吊り下がったポールライトが近すぎますよね。このような手法は現在のデジタル撮影でも変わりありません。テーブルスタンドがキーライトになっているシーンです。極めつけはこのシーン、地獄の黙示録の紅一点のプレイガールの慰問のシーンです。1900年を除いてこれまでノーバジェット映画しか担当したことがないストラールは、今回も1900年同様1000アンペアの発電機1台で事足りるだろうと考えていたのです。しかしステージと観客のロングショットを撮れない、今ある発電機のワット数では限界があると気づいたストラールは、急遽美術監督にセットライトの制作を頼んだのです。数多くのフォトランプを並べライトをセットとすることで光源を人物に近づけることができたわけです。この強烈なフレア、すなわちゴーストは開け気味のレンズに強烈な光源が入っているために起こる現象で、特に横に引くゴーストのことを戦闘シーンの撮影に参加していたシネオカメラの社長でレンズ作りの名人深澤さんが、品質の悪いレンズのためだとおっしゃっていたと僕は耳にしたことがあります。ちなみにこれらのレンズはクックのアナモフィックレンズで、ストラールとコッポラはこの現象を気に入っていたようです。1年以上の撮影期間、焼灼のクイリウムを消費された地獄の黙示録、その中から長い時間をかけて選ばれた OK カット、美しくないわけがないと当時は考えられましたが、このシーンはいわゆるストラールの時間経過を表すお箱のショットの積み重ねです。朝焼けから早朝、そしてノーマルトーンの戦闘シーン、アンバーからノーマルへ、美から殺戮へ、極めて計算された撮影でもあるのです。劇場版ではカットされたフランスプランテーションの人々のシーン、今度はライティングによるサンセットのシーンです。このエピソードはミリアスの脚本の中にあったエピソードで、なぜコッポラがカットしてしまったのかはメイキングでわかります。
このライティングがストラールのお箱だったとは当時のコッポラはわからなかったのでしょうね。Extraordinary decorations and stuff, and so I like just was angry at the French sequence. I cut it out of that. I was very unhappy on every count. The light, the whole thing. So everyone forget that we even shot it. It no longer does it exist.同じくサンセットのシーンですが、このシチュエーションは大変意味があります。フギは夫人が身ごもることを甘かすにつね、日本の言いなりにはならないとアンに告げるのですが、逆にお腹にいる赤ちゃんの父親は運転手だと言われ、心の楽しみが消えていくのです。シェルタリングスカイのこのシーンでは、一人の男の性の灯火が消えていきます。 Why don't you kill me and avenge her, huh? Isn't that the way it happened in a theater in Athens?男と女の観覧車での年上の女が嫉妬の末、年下の不倫相手に愛想を尽かされます。その途端、彼女の劇場はすっと冷めていきます。ちょっと脱足ですが、面白いので付け加えます。ストラーロの作品の中でなぜか多いのがライトをつけたり消したりするシーンです。このシーンもキーライトは裸電球です。ベルトリッチ作品になくても行われるのです。映画の内容には直接関係ありません。実は撮り直された作品にはこのシーンはないのです。現像技術にも触れてみたいと思います。1970年前後にヨーロッパからアメリカに渡ってきたカメラマンがハリウッドに伝えたフラッシングという技術。撮影監督ビルモス・シクモンドで有名ですが、写真の世界では一般的な技術であるので、ストラーロが知らないわけがなかったと僕は思います。事実、地獄の黙示録では新発売されたコダック5247というフィルムがコントラストが全製品よりも高かったため、ストラーロはポストフラッシングを全フィルムに使用したのです。フィルムのコントラストがなだらかになり、空や森の中の影の部分のディティールを出すのに役立ちました。彼がフラッシング仕様について言及したのは、地獄の黙示録特別完全版がリリースされた2001年の ASC のインタビューの時だけです。ラストタンゴインパリでの2人が情事を重ねるこの部屋、驚いたことにセットではありません。6階にある本当のアパートメントなのです。ヌーベルバーグの影響を受けたベルトリッチは本当にスタジオを使いたがりません。それでも
2人がセックスシーンを演じるこの部屋はスタジオを借り切ってじっくり撮りたいところ、案の定ヒロインのマリア・シュナイダーがセンシティブになって撮影現場から逃げ出したりする事件が起きたとか。ストラロによるとこのシーンは室内でのライトを使用せず狭いバルコニーからのライトを点灯させているだけだそうです。 ISO100 のフィルムですから、当然フラッシングを使ってアンダーのディティールを出したいところ。これに関してのフラッシングの使用は言及されていません。地獄の黙示録の前に撮られた1900年、フランスとハリウッドの2大スター主演の超大作のため撮影にかけられる予算もかなりあったのですが、やはりほとんどロケーションによる撮影です。この古い寺院はアッティラとレジーナが登るという動作だけのために鉄骨で上に上げられています。セットではありません。よってライティングも限定的。デニーロのクローズアップはまるでアランドロンのようでしょう。これもコントラストをなだらかにしたフラッシングの効果ではないかと僕は思うのですが、皆さんはどう思いますか？そしてレッツからストラーロは新しい現像方法でプリントを仕上げます。 ENR と呼ばれるそのプロセスは日本のカメラマン宮川和夫さんが弟で初めて取り入れた技術、銀のこし、すなわちブリーチバイパスの改良型です。黒をもっと黒く見せたいというストラーロの要請のもと、イタリアのテクニカラーの技術者エメスト・ノベーリ・レイモーが1900年の撮影時に最初にストラーロにテストプリントを見せたのですが、実現するにはレッツまで待たなくてはなりませんでした。この現像方法は仕上がりに特徴があります。先ほどのシーンはアンバーに転がっているのですが、少し黄色っぽく見えますよね。先鋭さ、すなわち色が抜ける方向に向かうのです。だからブリーチバイパスという技術は現代劇にはあまり合いません。時代劇やホラー的なドラマなど特殊なシチュエーションに合うのです。とはいえレディーホークのこのシーンを見るとそう思えませんよね。これが ENR と銀のこしの特徴の違いです。他にデラックスの CCE、ACE、7やエイリアン4で使われています。 LTC の MEC もあり、それぞれ特徴があるようです。ゴールデンアンバーのこのシーン、車の実際の色を想像してみてください。ディック・トレーシーをロードショーで見たとき、こんな鮮やかな映画なのにどこに銀のこしを使っているのか全く分かりませんでしたが、前編でENR を使用しているのです。その秘密はパーセンテージ掛けにあるようです。ラストエンペラーのこのシーンでは思いっきり掛け、すなわち銀を
たくさん残します。先ほどのディック・トレイシーの映画では軽くするような方法が取られているのではないでしょうか。リトル・ブッダのブッダのシーンは65ミリフィルムで撮影されましたから、プリントでただ黒を締めているようにしか見えません。色は本当に鮮やかなままですね。ちなみにこの映画の現代劇は35ミリのシネスコレンズで撮影されたのですが、そのレンズ、僕がアシスタントをやってた時にシネオカメラでイタリアのテクノビジョンに収めるレンズを目撃したのですが、時期から考えてこの映画のために作られたと思うのですが、詳細は分かりません。ブルワースは現代劇です。ちょっとこのホームレスな方のフェイストーンを見てください。他の映画とはだいぶ違いますよね。